どうもハズキングです。今回も輝き塗染さんにお世話になって、こちらミラノテトラ隊にやってきました。今回メインで使用するエサがこちら、岩ガニですね。前回こちらでカサゴを釣り上げた時、胃袋の中からできてきたのはもう大半がこのカニでした。根魚がメインで捕食しているエサがこれなんで、こちらを使用していきたいと思います。使用する仕掛けはハヤブサのドロップストライク6号、こちらにカニをちょんがけしていきます。水深 1.1 ですね。大潮干潮なんでもうすごく引いてますね。でね、カニはすごく完璧に張り付いてね、動いてっちゃうんで、若干ボトムから浮かしたところでレンジをキープしていきます。当たる。おっしゃ、乗った。はい、こいつですね、さっきから食ってたの。はい、上系カサゴ1本まず上げることができました。本日のファーストフィッシュ、カサゴです。同じ穴でね、連続して当たってきたんで、おそらくこいつがね、僕のカニをずっと食っていたんだと思います。そのサイズは23センチ。なかなかね、いいスタート切ることができました。ただね、カニ自体の餌持ちはあまり良くないので、一匹一匹ね、集中して釣り上げていきたいと思います。で、使用した仕掛けはドロップストライクの6号です。でね、カサゴの穴釣りの定石は同じ穴を攻めることです。一匹いるとね、何匹かいる可能性高いんで、同じ穴連続して狙っていきます。水深 2.1m けど、やっぱ干潮時は海側の方が水深深いですね。一方反対側は 50cm まで干上がってるんで、大物はね、深場に行く傾向があるんで、ちょっとね、攻めたいと思います。当たる。おっしゃ、乗った。でかい。はい、2匹目も両形カサゴですね。余裕で20はあります。餌はやっぱカニですね。落下してくるカニを待ち伏せているので、ボールのアクションが強いですね。落とした瞬間にすぐ食ってきました。ただね、カニのシルエット自体大きいので、ちょっと当たりを待ってしっかり食い込んだタイミングでクッキングする。そうするとね、釣れる確率上がると思います。行ってこい。当たりますね。おっしゃ、でかい。おいしょー、今日一だ。はい、ゲッチュ。はい、本日3匹目、こちらも両系ですね。最終的にね、大きいカサゴしかカニを持っていけないので、サイズをふるいにかけるっていうのはカニのね、大きな強みだと思います。この調子でね、どんどん大物にターゲット絞って釣り上げていきたいと思います。風強くなってきたな。今日の予報ね、昼から南風がね、めちゃくちゃ吹いてくるんですよね。辛いな。もう基本ボトムに行ったらステイですね。下手に動かしてもカニがね、あっちこっち壁にひっついて根がかりの原因になるんでね、なるべく動かさずカサゴのあたりを待っていきます。ん？なんだ。半分だけえぐられました。ちょっともう一発いきます。おっしゃ、乗った。あー、潜られた。やっぱエントリーする穴がね、狭い分ね、こうやってすぐ潜られちゃいますね。お、暴れてる。あー、これ魚がでかすぎて上がってこないパターンか。いいのかかってるんですけどね、ちょっとずつ上には上がってきてるんですけどね。反対側から引っ張ってみるか。魚がね、ついてると暴れてくれるんで、外れたりすることもあるんですけどね。お、上がってきた。はい、4匹目も両系カサゴですね。こいつ僕のカニ食いまくって鼻パンパンですね。膨れ上がってます。でね、今回カニ10匹用意してたんですけど、餌持ちがね、悪いんですぐ取られちゃいますね。10匹使ってトータル4匹両系のカサゴ釣り上げることができました。でここからはね、普段通り青磯目とイカの短冊でいきたいと思います。餌はね、イカの短冊に切り替えてやっていきます。これだけ風でね、海が荒れちゃうとなかなかボトム取るの難しいんでね、重りは最低でも6号、できれば8号あるとね、ラインまっすぐになって根がかりも少なくなるんでね、
こういう時のためにブラックリのサイズは何種類か持ってきておく方がいいと思います。めっちゃ出る、食い上げた、よっしゃ、おお、はい、アラパンカサゴですね。めっちゃサクってる。5本目も両径カサゴです。落とした瞬間に食ってきましたね。ポールからの食い上げですね。カサゴ穴釣りではよくあるパターンなんですけど、これをね、違和感としてしっかりと感じ取ることができれば必ず釣果が伸びていくので、どれだけ水深があるか把握しておいて、途中で止まったら違和感を感じるようにしてみてください。よいしょ、おー来た、はい、はい、そこそこのサイズ、そこサゴですね。こいつはちょっと小さいんでリリースしたいと思います。どうしような、はい、バイバイ。はい、ちょっと餌ね、定番の青磯に切り替えて釣っていきたいと思います。お、当たる、はい、よし、来た、はい、シビサゴ。やっぱ青磯はすごくアピール力が強くて釣れる餌ですね。ただサイズの選別ができないのでね、中型のカサゴもかかってきます。当たりが全くなくてどうしようもないっていう時の最終手段で僕はよく使いますね。バイバイ。まあ、青い染めの場合も基本的にアクションは変わらないですね。ボトム行って、で青い染めが動き回ってアピールしてくれるっていう感じです。でこれだけ海が荒れてる状況だと下手にアクションかけるとね、根がかりのリスク高くなっちゃうんで、なるべくステイでカサゴが食ってくるのを待ちます。お、でっけ、いいの持ってったんすけどね、多分かかってますね。これ潜られたな、まだついてるかな、暴れてますね。おっしゃ、上がってきた、お、両径、はい、ナイス、カサゴですね。まあ手着ですけどバッチリ20センチはありますね。良きです。やっぱね、こういう波よけになるテトラの裏側は当たってきますね。水深今2メートルですね。さっき 2.2 で当たってきたので、多分おそらくどこかにくぼみがありますね。で、そこに溜まってるやつが横からひったくりに来るって感じですね。あーあーあーあああああ、荒れてますわ。よいしょ、はい、チビ、うわー、でもパンパンに超えてますね。これ油乗ってますよ。よし、はい、リリースですね。バイバイ。この下カサゴマンションありますね。当たり今一発じゃなかったんで、そうですね、 2.0 なんか潮の中で入ってくるラインがありますね。よっしゃ、これはいいサイズですよ。うわー、じゃあ来た。はい、本日最大デカサゴ来ましたね。青い染めでね、一番深い 2.0 メートルの穴に落とし込んでステイしていたら食いついてきました。サイズは24センチ、なかなかね、いいサイズですね。このサイズが釣れるとすごく嬉しいです。お、2.5メートル、一番深いですね今日。やっぱいますよね、こういう深いところは。おい、両径、やっぱね、こういう入り込むところには両径サイズ潜んでますね。今日はね、全体的に魚の活性すごく高いですね。で、何入れてもよく食うんですけど、特段青い染めは当たり方が別格ですね。 2.8、 ただあんま入りすぎると今度ね、上げてこれなくなるんで、ある程度高さは維持します。当たってますね。よっしゃ、乗った、発色の綺麗なチビサゴですね。よっしゃ、乗った、うわー、でけえ、デップデップのやつ来ましたね。うわい、うわー、重い、スーパーメタボちゃん釣れました。もうこれ腹全部餌ですね。いやー、この時期活性が高いのはね、こうやって餌をね、大量に食い込んでるからですね。8匹目もデカサゴ来ました。こいつは体長じゃないですね、幅ですね。めちゃくちゃ餌を食い込んでね、鳥に太ってますね。ということはね、脂が乗ってて美味しいんですよ。いやー、食べるのがすごく楽しみです。
ここ一見分かりづらいんですけど、あそこにテトラがあるんですよ。あの真裏にスーッと入っていく 2.4 メートルラインですね。ここに気づいて落とし込めるかどうかでね、評価だいぶ変わりますね。おっしゃ、いやこれもいい、はい、ナイス、そこそこですね。まあこいつは20ラインでリリースです。よいしょ、デブサゴですね。バッチリ20あります。ただもうお腹いっぱい。まあここを積むチャンスですね。バイバイ。よいしょ、でけえ、こいつはいいっすね。はい、デクラサゴです。アゴイソメ一択ですね。当たり方が違います。カニだとね、もちろん量計サイズにターゲットを絞ることができるんですけど、その日のね当たりエースさっていうのはやっぱ変わってくるんでね、順番としては青い染め、石ガニで最後にイカの短冊っていう感じですね。まあこれはね季節によってどんどん変わってくんで、その日のねパターン、いろんな餌試して掴んでいくのがいいと思います。さあ海も荒れてきたんで、そろそろファイナルエントリーですね。おっしゃ、食い上げた。あーでけえ。今のはねラインがふって緩んだんでね、もう竿先確認せず合わせにかかりましたね。間に合ってよかった。この辺りが一番難しいんですよ。うぇい、でけえ、でかさも最高です。あーブリブリー、あーブリブリー、やめてー。またしても量計でかさも来ました。水もなかなかいいですね。今日の当たり餌はこの青い染めですね。餌持ちの強度としてはイカの短冊がだいたい1つの餌で5匹、青い染めが2から3匹、アニが1匹から2匹といった具合です。でね、その日の当たり餌も変わってくるんで、何種類か用意してね、一番ヒットする餌で数を重ねていくのが効率的だと思います。それではね、お迎えも来たんで帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。本日の最終評価こちら、めちゃくちゃ釣れましたね。ここまで釣れるとやっぱ楽しいですね。これからのシーズンね、どんどん釣れていくと思うんで、皆さんもぜひ来てみてください。ということで、ただいまハゼキングと輝きと線コラボ実施中。ハゼキングのチャンネル登録と27センチ以上のカサゴを釣り上げることで500円オフのチャンスです。ぜひこの機会に、ミダのテトラ台に潜む超デカサゴ、狙ってみてはいかがでしょうか。はい、本日の釣果がこちら、デカサゴです。この時期はカサゴの餌となるエビや小さなカニ、あとね小魚も豊富なんで、餌をたくさん食べてブックブクに太ってますね。お腹今にもはち切れそうです。では今回こちらのカサゴたちを使ってカサゴのブイヤベースト作っていこうと思います。では今から具材の方に煮込んでいきます。まずオリーブオイルが大さじ1で火をかけていきます。はい、で、ある程度温まったんで、ここにニンニク入れます。はい。ここに生のイカとカサゴ加えます。はい、まず生のイカ。それとカサゴですね。はい、ある程度カサゴに火が通ったので、ここに玉ねぎとアサリ加えます。はい、ちょこちょこ。で、ボイルアサリが 100g。玉ねぎの方がしんなりしてきたんで、ここに白ワイン加えます。はい、白ワインが大さじ1。はい、いい感じにね火が通りました。ここに水とトマトを加えていきます。まず水が1リットル、トマトが 400g、 沸騰するまで加熱していきます。はい、沸騰しました。ではここにコンソメ大さじ1杯分加えます。でここにローリル3枚加えます。真ん中はもうパキッと割っておいた方が香りは立ちます。でこの状態でね5分煮立たせたら完成です。はい、カサゴのブイヤベース完成。それではいただきたいと思います。はい、それではいただきます。ブイヤベースね、いろんな具材を入れたので彩り豊かに仕上げることができました。ではまずカサゴの方からいただきます。このね、背中のね肉厚の部分が一番ね美味しいんですよ。焼きたてほっこほくの身、いただきます。
トマトのねさっぱりした酸味とカサゴのねもっちもちの身がよくマッチして美味しいですね。すごくねさっぱりしているのでとても食べやすいです。ではね次スープの方いただきます。うまっ。まず最初にガツンとカサゴの出汁がきますね。カサゴ自体ねすごくね出汁の取れる魚なんで何でも合うんですけど、このブイヤベースにするとまた一味違ったうまさを引き出すことができます。でね今回この時期のカサゴの食性に合わせてまず最初岩ガニをメインで使って、その後イカの短冊使って、で最後青磯目でものすごく当たるっていうパターンになりました。その時期カサゴが捕食している餌と同じものを持っていくとすごくね釣れる確率も上がるので、魚をさばく機会があったら何を食べてるのかなってちょっと調べてみて、それで次の兆候の参考にしてみてはいかがでしょうか。でね輝きとせんさんとは現在コラボ実施中なので、ぜひね27センチ以上のデカサゴ釣って500円オフゲットしてください。最後になりますがチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。